ブリックスは2000年代以降に著しい経済発展を遂げた4カ国の総称。ブリックとも呼ばれる。投資銀行、ゴールドマン・サックスの経済学者であるジム・オニールによって書かれた2001年11月30日の投資家向けレポート、ビルディング・ベター・グローバル、エコノミック・ブリックスで初めて用いられ、世界中に広まった。また、ブリックス4カ国に、 南アフリカ共和国を加えた5カ国はブリックスと総称される。近年はブリックスの表記が一般的である。ブリックス4カ国は2009年6月16日にロシアのエカテリンブルクで初めての首脳会議を開催した。2011年4月13日に中国のサガで行われた首脳会議には南アフリカ共和国が初めて参加し、 首脳会議の正式名称をブリックス首脳会議に変更した。2014年のブリックス各国首脳。左からプーチン、モディ、ルセフ、州及びズマ。国ごとに大きな差がありブリックスの名前が登場してから20年、経過した2020年時点で目覚ましい発展ができているのは中国とインドであり、他の国は経済成長が失速した。 経済データの出典元は国際通貨基金の2013年4月時点のものとし単位は10億米ドルである。ブラジルでは2050年には GDP が6兆740億ドルで世界でも5位という高い経済水準にあると予測されている。 地域大国として南アメリカ大陸に強い影響力を持ち、ブラジルのフォルタレザでブリックス首脳会議が開かれたイも南米諸国連合が共同主催した。2000年代のブラジルの経済成長の基礎は1990年に就任したフェルナンド・コロール・デ・メロ大統領によって築かれたと言える。1970年代に急速な工業化を遂げた後、 1980年代から1990年代前半は、累積債務や高いインフレ率に悩まされ、その成長は鈍化していた。そのため、コロール政権は、戦前の大強行後から続いた、輸入代替政策を転換し、輸入制限の撤廃や国営企業の民営化、周辺国とメルコスールの創設の準備など、市場メカニズム導入と、 対外経済開放による発展に道を開いた。また1992年に就任したいたまるフランコ政権は年に数千というハイパーインフレへの対応として1994年に急通貨クロゼーロレアルから米ドルに緩やかにペッグさせた新通貨レアルへの切り替えを行った。1995年から8年間に及ぶカルドーゾ政権は 財政責任法と財政罰則法の制定によってプライマリーバランスを黒字化させた。財政の健全化が進むと同時にブラジルの国際的信用は高まり、途上国では中国に次ぐ直接投資の受け入れ国家となるまでになった。2002年の大統領選挙では左翼のルーラ候補が支持を集めていたことから経済政策転換への懸念により通貨急落と 株価低迷を招いた。しかし、2003年1月に就任した、ルーラシン大統領は、全政権の政策を踏襲し、金融市場に安心感を与えた。ブラジル経済は、ラテンアメリカ最大の経済であり、貿易が成長の鍵を握っていると指摘される。貿易依存度については、1994年が15%未満であったのに対し2003年には、 約25%へと、わずか10年で急激に高まった。特に輸出の拡大が顕著であり、これは、ブラジル政府が輸出の拡大に加え多様化や、高付加価値化などを推し進め、同時に、外資系企業の参入、穀物や鉱物資源といった一次産品の価格の高騰がそれを後押しする形となった。2004年には、 ブラジルの貿易収支は336億9600万ドルと、これまでで最高となる貿易黒字を計上した。ブラジルの貿易を根幹から支えるものは、南米大陸の約半分を占める広大な大地からの恵みであり、鉱物資源や農畜産物、熱帯雨林に生息する多種多様な生物資源などが挙げられる。2004年の貿易収支に関して言えば、 その要因として、輸出量の減少にもかかわらず需要増加に伴う、国際取引価格の急騰により、金額ベースでは輸出増加という結果になった大豆や、後半、建材の生産活動が活発でかつ、国内供給能力が不足するなど鉄鉱石の世界、最大輸入国となっている中国において、その輸入額が前年比162%増と急進したことにより、 過去最高水準となった鉄鉱石の伸びが大きく貢献する形となった。特に鉄鉱石は中国が鉄鉱石の輸入の約30%をブラジルへ依存しており、世界2位の鉄鉱石輸入国である日本もその20%以上をブラジルに依存するなど、ブラジルは世界的な鉄鉱石輸出国となっている。 また伝統的に重工業、中でも航空機産業が盛んで、1969年に設立された国策会社のエンブラエルは、小型ジェット機市場の半分近いシェアを誇るなど、欧米諸国をはじめとする世界各国へ輸出されており、その他にも自動車や金属製品が主な輸出製品となっている。これら外需の増加に追い風となるとされているのが、 メルコスール県及び自由貿易協定による自由貿易県の拡大である。メルコスール県の拡大により約1.3倍の輸出金額を仕上げ効果のあったブラジルではメルコスールと他の地域協定との間で関税が撤廃されればさらなる恩恵を受けるものと予想されている。アフリカ関税同盟やインドと特恵貿易協定を締結したのを皮切りに。 今後も EU、中米統合機構、カリブ共同体とも FTA 実現に向けた交渉を継続しており、実現すれば、今後の経済成長に大きな影響を与えるものと考えられている。今後の経済成長に関し、とりわけ問題視されているのが、財政赤字と通貨膨張である。債務問題については、プライマリーバランスが、 黒字化したとはいえ、2003年末時点の公的、債務残高は GDP の約59%に達しており、中長期的な経済成長の達成を阻む要因となりかねない。2005年2月時点での債務残高は3500億ドルに上るなど、南米最大の債務国になっており、また過去の債務に対する利払い負担も GDP 比で7%を、 超えている今後は、プライマリーバランスのさらなる改善が必要で、公的債務の削減と利払い負担の軽減が急務となっている。また、通貨膨張抑制に関する為替レート変動も懸念されている。これまでは、対外債務削減策に対する信頼を背景として、タイドル為替レートが、レアル高傾向で推移してきたため、 国際商品市況の高騰によるインフレ圧力は抑制されていた。しかし、今後、連邦準備銀制度理事会が通貨膨張への懸念により、政策金利を急ピッチで引き上げるような事態になれば、レアルが下落傾向に展示輸入物価が急騰するといった事態が予想されており、そうなれば、金融政策による通貨膨張制御は困難を極めることになると指摘されている。 高齢化も始まっており、経済の失速により、年金制度の不安が出ている。地域大国として、旧ソ連圏に強い影響力を持ち、ユーラシア経済連合によって、巨大な経済圏の創出を目指しており、ロシアのウファで開かれた、ブリックス首脳会議もユーラシア経済連合が、共同主催した。クリミアの不法選挙によって、経済制裁を受けており、経済成長は失速した。 1990年代、ソビエト連邦崩壊後のロシアでは、ハイパーインフレが襲い、高工業生産が落ち込むなど、経済、政治、社会などの面で、大きな混乱が続いた。そうした中で、市場経済化に向けて急進的な経済改革を推し進めたのが、ロシア連邦の初代大統領、ボリス・エリツィンである。エリツィン政権が、 抜本的な構造改革を断行し、市場経済に基づく民主的な新生ロシアの礎を築いたことにより、今日まで続くロシアの経済発展があったとされる。ウラジーミル・プーチンは1999年12月、エリツィンの突然の辞任を受けて首相から大統領代行に就任し、翌2000年3月の大統領選挙に勝利、 ロシア連邦の二代目大統領に就任した。2005年3月の大統領選挙では、得票率71%で再選を果たした後、2008年5月に、大統領の座を、ドミートリー・メドベージェフに譲り、首相に就任した以降も、国民からの人気が高く、政治的な影響力を保持した。2012年5月には、プーチンが第四代大統領に、就任した。 プーチンの経済政策の特徴は、エリツィン同様に、市場経済重視の自由主義政策を推進する。一方で、エリツィン時代に、政治力を強めた、新興財閥を弾圧するといった、強権的な側面も併せ持っている。資源依存型の経済であり2018年時点で、GDP の38.9%が、石油、天然ガスによるものである。 経済制裁もあり経済は停滞している。ロシアの経済成長を妨げている要因として大きく4つの問題が指摘される。2021年時点でインドは世界で5番目の経済大国であり、PWC によると購買力陛下 GDP で2050年までにアメリカを抜き中国に次ぐ世界で2番目の経済大国となる。2050年までに 世界経済の16%を占めると予測されている。1991年に誕生した国民会議派のナラシマラオ政権は1947年の建国以来続いていた混合経済体制と呼ばれるインド独自の社会主義的な経済運営の結果として現れた外科準備校の減少や経済低迷といった減少を受けて180度の 政策転換を行い、資本の自由化、各種の規制緩和貿易と為替の自由化、公営企業の民営化、金融制度の改革等を取り入れた。また1996年以降も、政権政党の交代にもかかわらず、ラオ政権が推進してきた経済の自由化政策は、継承されていった。2005年の4から5月に行われた、総選挙では、 政権交代によって経済改革路線の継続が危ぶまれたことから一時的に株価が急落したが、ラオ政権で経済改革を主導したマンモハンシン元財務省が新しい首相に選出されたことから新政権に対する金融市場の警戒は薄らいだ。1991年以降経済改革に取り組み、 特に2003年以降は概ね年間7から9%の経済成長を達成し、2010年度も8.5%の高い経済成長率を達成するなど、成長一いブリックスの一員として注目を浴びている。農業をはじめとする第一次産業は世界第二位の規模を誇り、植物育種や灌漑設備の整備、農薬の普及といった。 緑の革命を実施し、独立後60年余りで人口が12億人にまで増えたにもかかわらず、自給自足達成国となった。世界で最も成功した米生産国の一つである。2006年には450万トンを輸出する主要な米輸出国である。インドの農地面積は1億7990万ヘクタールあり、農業は 労働人口の52%が従事し、GDP の16%を占めるインド経済の中心である。また、農業部門が GDP 成長率に及ぼす影響では、一部の例外を除き農業部門が不振であった都市は、成長率が4%台に押し下げられている。こうした背景には、インド国内の灌漑施設がまだ不十分であり、 農作物の生産口がモンスーンによる降水量に大きく依存していることなどが挙げられる。インドは世界第14位の工業生産国であり、2007年において工業で GDP の27.6%、労働力の17%を占める。経済改革は外国との競争をもたらし、公的部門を民営化しこれまでの公的部門に変わる。 産業を拡大させ、消費財の生産の急速な拡大を引き起こした。経済改革後、これまで河川状態で、家族経営が状態化し、政府との結びつきが続いていた、インドの民間部門は、外国との競争、とりわけ、中国製の安価な輸入品との競争にさらされる、こととなった。コストの削減、経営体制の刷新、新製品の開発、 低コストの労働力と技術に依拠することにより、民間部門は変化を乗り切ろうとしている。近年の高成長は主に情報通信技術部門の成長がもたらしている。インドは先進国企業の情報技術導入が進む中で、コンピューターソフトウェアの開発及び販売、欧米企業の情報技術関連業務のアウトソーシングの受注を拡大させている。 IT ソフトウェア産業は1990年代を通じて年率50%近い成長を遂げ IT 不況を迎えた21世紀に入っても20%台の順調な成長を続けており2003年時点では国内 GDP の2.6%を占めるまでに至っている高科系の大学を中心として毎年30万人を超える 情報技術者を輩出していることや、労働コストが低廉であること、例の発見に象徴されるように伝統的に、理数的思考を得意とする民族であること、巡行用語に英語が含まれていることなどがそれらの要因となっている。さらに、インド工科大学やインド科学、大学大学院といった優れた教育機関を卒業後、待遇面の良さなどを背景に、 アメリカのシリコンバレーなどに移住するインド人技術者は増加傾向にあり、その結果ソフトウェアの輸出と在外居住者からの本国向け送金はインドの国際収支を支える重要な外価格特源となっている。事実、2001年以降はこれにより、形状収支は黒字で推移した。IT 産業以外の分野でも自動車部品、電気、輸送機器といった分野が伸びており、 加えて、産業規模は小さいもののバイオテクノロジー、医薬品といった産業の発展に、インド政府は力を注いでいる。また、インド経済の成長を支える、原動力として、労働力も上げられる。一国の経済成長を左右する、大きな要素の一つである労働力人口に関して、言えば、インドの労働力人口は2050年にかけて、 毎年約1%ずつ増加していくと見込まれており、その豊富な労働力が成長の礎となることが予想されている。また、それらの人口は将来的に実質的な購買力を備えた消費者層となり、有望な消費市場をもたらすものと考えられている。インドは、タイ GDP 比で10%近くに達しているにも、かかわらず縮小する兆しが見られない。 財政赤字など取り組むべき課題が多数指摘されている。まず、成長の基盤となるインフラ水準が著しく低い点もが挙げられる。電力の供給能力が経済成長に追いついておらず日常的に停電が発生することやインドの経済成長の主軸とされる IT 産業にとって不可欠な通信設備の普及が立ち遅れていることなどがその例である。 農業をはじめとする第一次産業は2020年代の現在もインド経済の中心を担っている。農業部門の就業人口は全体の約50%を占めているという事実に象徴される。インド農業は他の産業よりも収入が低いことや成長率が低いことは インド国内の灌漑施設の整備が進んでおらず、農作物の生産工が、モンスーンによる、降水量に大きく依存していること、小規模農家中心などが挙げられる。直接投資の少なさに起因する、工業化の遅れが課題とされる。1947年の建国以来、民間企業の活動や外国企業による投資などを、規制し、 公的部門を温存する政策を維持してきた結果、工業化の進展が中国などと比べても大幅に遅れている。よって製造業による GDP の押し上げ効果が進展しておらず、また、体内直接投資額も少ない。また、インドは建国以来敷いてきた各種産業への外資規制が原因となり、外資導入の点でもかなり遅れている。また、インドの衛生管理は、 極めて劣悪な状態にある。インドでは、上水道と下水道が並走していることが多く、そのどちらもが破損しており、下水が水道水に混入し、感染症にかかる事例が、しばしば報告され、感染症の報告などとされている。日本の外務省もインド渡航者に対して、厳重な衛生面での注意と、渡航前の様々な予防接種を推奨している。 2000年以降ではニューデリーなどの都市部に、加え地方における、大気汚染も激しさを増している。2013年以降の調査では、インドの大気汚染レベルは、世界最悪となっている、その他、教育も大きな課題である。中東教育への進学率が半分以下で、識字率が7割程度にとどまるなど、他のブリックス諸国と比較しても際立って低い水準に、ある。 教育が人材開発にとって最も重要な手段であり、また学校教育がその後の応用的なあらゆる教育の基礎となる点を考慮し、教育水準の低さが今後の経済成長にとって足かせになると警笛を鳴らす学者も少なくない。インドと南アフリカは核拡散防止条約に加盟せずに核開発を行った国である。 南アフリカは1993年に核を全廃した。原子力供給国グループは、インドの核燃料、核技術の輸出入を無条件で例外扱いとして認める採択を行っている。これに対し、NSG 加盟国である日本やヨーロッパ諸国は、インドが核実験を行った場合は、例外扱いを取り消すべきだという立場をとっている。2010年に、 日本を抜いた世界で2番目の経済大国であり、2028年には世界最大のアメリカを抜き、2050年には世界の購買力陛下 GDP の20%を占めると予想されている。国際通貨基金、世界銀行、CIA ワールドファクトブックによれば、2014年に購買力陛下で世界最大の経済大国となった。 1978年に始まった中国の改革開放政策は1989年の天安門事件によって頓挫したかのように考えられた。そうした状況が一変したのは1992年1から2月に当時の最高実力者であった東昌平が新鮮や上海などを視察した際の南巡講話からである。 南巡講和によって賃貸ムードは消え去り、改革開放路線は再び勢いを得ることとなった。天安門事件直後、当昌平が総書記に抜擢した、江沢民は、党内基盤が弱く、当初は、短命政権と見られていた。しかし、江沢民は徐々に、権力基盤を拡大し、2002年まで13年間に、渡る、長期安定政権を築いた。 この間中国は香港の返還や北京オリンピック、上海万博の招致、WTO への加盟など数々の実績を挙げ、結果として経済の高度成長に結びついた。江沢民から2002年に中国共産党総書記、2003年に国家主席の地位を継承した古錦濤政権は全政権の政策を踏襲し着実な 政策運営を行っている。結果として2003年の実質 GDP は1978年に、対して約9.4倍にまで拡大しており、今後も、日本が1964年の東京オリンピックと1970年の大阪万博を経て、経済大国入りしたのと同様に、2008年の北京五輪と2010年の上海万博による、 経済効果が期待された中国は世界第一位の工業生産国。貿易の急速な伸びと外国からの直接投資の増加によって支えられている。2002年の貿易総額は6208億ドルで前年に比べ約22%伸び、貿易黒字は304億ドルを計上、外国からの投資合計額も550億ドルに上っている。そのうち、 過人地域からの投資が範囲分を超え、中国経済を支えている。大世界の発展途上国向け直接投資の3割、日本を除いた対、アジア向け直接投資の5割を占めている。また、2003年には、契約金額ベースで535億ドルと、初めてアメリカを抜き、ルクセンブルクに次ぐ投資受け入れ国となった。結果として、中国の外貨準備校は、 1992年の194億ドルから2004年末には6099億ドルまで膨れ上がっており、日本を超え世界最大の外貨保有国となっている。また、2002年以降、中国経済は新たな高度経済成長期に入り、居住や交通条件の改善といった消費構造が高度化し、住宅、通信、 自動車などの成長産業が新たな高度、経済成長を引っ張る主導産業となった。この高度成長は、産業構造の高度化や、体制刷新、2001年の WTO 加盟を、含め一層の広がりを見せる対外開放などを、背景に比較的長期間続くものと見られている。国家統計局は、経済構造調整の結果として、玉江デルタ、超高デルタ、 韓国海地区、東北の旧工業地帯が多極的に発展する枠組みが形成されつつあり、中国経済の発展に大きな余地がもたらされ、さらに農業の産業化、伝統工業の改造、ハイテクノロジー産業とサービス産業の発展が、中国経済に新たな活力を注入すると同時に、経済成長に対して新たな原動力を提供しており、2020年までの 約7%の経済成長を続けている。中国では貧富の格差が拡大している。この格差は都市住民と農村住民の所得格差、地域の所得格差、業種の所得格差など様々な面における格差拡大によって引き起こされたものである。都市と農村での所得格差は1978年から1985年には 農村改革が重点であったことから、平均所得の比率は2.57、1から1.85、1に縮小した。しかし、改革の重点が、都市に移るとこの比率は年々拡大をはじめ、1994年には2.86、1にまで広がった。1995年から1998年までは、一旦減少するものの、 それ以降は再び拡大を始め、2001年には、改革開放以来最高となる2.92、1となり、地に係数も、一般的に警戒ラインとされる0.4を超えた。また、地域間においても格差は、顕著に広がっている。東部と中部、東部と西部での GNP の差は1990年時点では、 それぞれ898元と1079元であったのに対し、1995年には3539元と4203元に、2000年には5352元と6674元にまで拡大した。西部地域の GDP は、東部地域の GDP のわずか40%の水準となっており、 とりわけ、奇襲省と上海市との差は12倍を超えている。今後は、西部大開発や東北振興などの対策に、格差改善の期待が寄せられている。また、業種の所得格差も拡大した。不動産、金融、保険といった最高所得の部類と、飲食サービス業、製造業。 採掘業などの最低所得部類とを比較すると、その所得の比は1990年の1.72、1から1999年の2.63、1に拡大した。また、電力において、近年は毎年15%近く使用量が伸び続けており、電力不足が深刻化しつつある。 エネルギー多消費産業の素材業種で投資、生産活動が拡大したこと、経済発展に伴う家電製品普及率の上昇によるもので、今後もこの増加傾向は変わらないものと見られている。2020年時点で高齢者は2.6億人であり、今後、高齢者の医療、介護が深刻な問題として浮上している。また、急激な経済成長がもたらす、 高価学スモッグ、CO2 の増大など、温暖化に伴う砂漠化の広がり、周辺国やアメリカ西海岸がまで飛来する交差や、大気汚染、などの緊急な課題が山積している。1994年にアパルトヘイトが撤廃され、それまで土地を持つことができなかった黒人が、経済発展により、住宅を購入するようになり、2010年には、FIFA ワールドカップ開催のため、 国内のインフラが急速に整備された。また、地域大国としてアフリカ大陸に強い影響力を持ち、南アフリカのダーバンでブリックス首脳会議が開かれた際はアフリカ連合が招待された。南アフリカの経済はアフリカ最大規模の経済であり、金や白金等の貴金属、レアメタルが産出され、白金は世界シェア75%を誇る。 アパルトヘイトが撤廃されたが、地域、階層による貧富の格差は、未だ著しく、エイズの流行に、歯止めがかからない状況である。隣接国からの経済難民の流入により、治安が著しく悪い。5カ国の世界経済への影響力が、ますます強まる中で、その発展の副作用としての世界経済への、マイナス影響も無視できなくなるとされている。 アメリカの投資銀行であるゴールドマンサックスでは2050年における世界各国の GDP を次のように予測している。2003年発表ブリックスは人口の増加、資本の増加、労働生産性の増加などを起因として経済成長を成し遂げ、2004年にはいずれも5から9%台の成長を果たすなど近年では世界平均を上回る。 高水準の成長を記録している。今後はさらに資本蓄積、技術革新による生産性上昇なども見込まれており、IMF の予測によると2005から2006年にかけても中国の8%台を筆頭に、軒並み高い成長を維持する見込みとされている。結果として2006年5月の時点で世界の GDP の 約8%を占めるに過ぎないその経済規模は2039年に経済大国 G6 にスペインを加えた合計を上回り2050年時点での GDP は過表のように順位が入れ替わると予想した。これにより米国一極支配が崩れるとされている。2007年発表2007年3月28日のレポートではブリックス諸国が のきなみ高成長を続けていることを根拠に2003年の予測は控えめすぎたくらいだとして2050年の GDP は過表の順位になるとしている。同社の数値や順位は調査年ごとに入れ替わることがある。2007年4月17日のレポートでは2050年の中国の GDP がアメリカの2倍以上の80兆ドル近くになると予測している。 日本経済研究センターが2019年に発表した購買力平和ベースの GDP 予測では中国の急成長はしばらく続き2050年頃には世界最大の経済規模になるが高齢化などを理由に成長率が鈍化し2060年頃にはわずかながら米国が抜き返すとしている1位アメリカ2位中国3位インド世界最大の会計 コンサルティング会社であるプライスウォーターハウスクーパースが2008年3月4日に発表した予測では2025年前後に中国が米国を抜き世界最大の経済規模になる可能性が高くその後も成長を続け2050年までには米国より30%大きくなりインドは2050年までに米国の90%の規模に成長するとしているまた ブラジルは2050年までに日本を抜き世界4位に躍り出て、ロシア、メキシコ、インドネシアもドイツや英国を抜く力を潜在的に持っていると予測している。1位、中国2位、アメリカ3位、インド4位、ブラジル5位、日本6位、ドイツ、英国、ロシアメキシコインドネシア GS 社の一人の若い女性社員が作成した50年も先を予測した 報告書に疑問点がないわけではない。同社の2005年12月1日のレポートでは、韓国の2025年の GDP は、世界8から9位になるとしたものの、予想は、外れ、2007年の同社のレポートでは、12位に、下方修正している。ドイツの2050年の GDP も欧州最大の8位になるとしていたが、2007年版では英国などと順位を、 入れ替え10位に、下方修正した。日本についても、8兆ドル強度の予測を覆し、6.7兆ドル弱に変えている。また、開発金融研究所のレポートでは、GS 社の予測は、楽観的すぎるとして、その理由に為替レートの引き上げ問題などを挙げている。GS 社は、 中国の為替レートは2032年までに2.63倍、インドは2.19倍に切り上がることを前提にしている。しかし、例えば、インド経済が約20年で2倍以上の為替レートの上昇に耐えられるのか疑問視している。ちなみに、2003年の為替レートをベースに、日本の成長率が1%以上であるとして推計すると、 インドが日本に追いつくのが2048年頃で、2050年日本の GDP は7.5兆ドルで、インドの7.3兆ドルを依然として上回っているとする見方もある。ブリックスに新たにエジプト、メキシコ、タイ、タジキスタンを加えたグループ。この4カ国をサミットに招待した中国が提唱した際にインドが、 中国の影響力拡大を懸念して反対したと報じられている。インド、ブラジル、南アフリカ共和国、中国の英語の名前の頭文字をつなげた造語。これは、ロシアが新興国として扱われることに抵抗感を持っていること、南アフリカとの関係強化を目指すイギリスが、その知名度を高めておきたかったことなどから、2005年2月の G7 において、議長国のイギリスにより発表されたものである。BRICS の名付け親、ゴールドマン・サックス社は2005年に出した予測で、BRICS に続く、経済大国予備軍、NEXT 11として、韓国、バングラデシュ、エジプト、インドネシア、イラン、ナイジェリア、パキスタン、フィリピン、トルコ、ベトナム、メキシコの11カ国を示した。 国際経済研究所の The United States and the World Economy ではブリックス及び南アフリカの5カ国にアルゼンチン、インドネシア、韓国、メキシコ、サウジアラビア、トルコを加えた計11カ国が今後の世界経済に大きな影響を及ぼすレムスとして取り上げられている。これらの国はすべて G20 の一員でもある。 2006年9月4日付の日本経済新聞にて紹介された造語。ブリックスからブラジルとロシアを省き、代わりにベトナムとタイを加えたもの。ブラジルが日本から地理的に遠いこと、ロシアに投資するリスクが高いことと、日本企業の中国投資の変更先として、この2国が注目され始めていることから言われるようになったが、一般的な知名度は非常に低い。 ブリックス経済研究所のエコノミスト門倉隆が、ブリックスに続くグループとして2006年11月に提唱した造語。同年12月には、日本経済新聞にも引用された。ベトナム、インドネシア、南アフリカ、トルコ、アルゼンチンの英語の国名の頭文字をつなげたもの。地理的なバランスと高成長のための条件、すなわち豊富な天然資源。 労働力の増加、外資の導入、正常の安定、購買力のある、中産階級の台頭を勘案して、新興国から、ポストブリックスの候補が選出されている。ブリックス経済研究所のエコノミスト門倉隆氏が、ブリックスに続くグループとして2008年1月に提唱した造語。マレーシア、エジプト、ドバイ。 サウジアラビアの4カ国の英語の名前の一部をつなげたもの。いずれもイスラム教国でありイスラム金融が浸透している新興国のグループ。p w c が公表した報告書に記された7国。HSBC ホールディングスが提唱した造語。コロンビア、インドネシア、ベトナム、エジプト、トルコ、南アフリカの6カ国からなる。アメリカのコンサルティング企業である。 ユーラシアグループのヤンブレマーが提唱した造語。20世紀にアメリカと共に発展してきたが21世紀には衰退が始まっている日本、イスラエル、イギリスをグループ化した。これらの国は近隣諸国の発展に伴い地政学的な問題を引き起こすリスクがある点も共通しているという。ありがとうございます。